瀬戸内さん。あれ？潮風が気持ちよう感じるわ。ここに来るには外壁を回る危ないルート通るからみんなには内緒やな。でこのポーズなんかの映画みたいやん。後ろに誰もいいひんけど、ひろきが大学入るまでは恋愛する暇なんてないって思ってたけど、世界が困難なる前に本気で恋愛しとけばよかったかな。まあ今でも遅くはないけど、でも今のメンバーやったら、うちってば何考えてるんよ。エッチや、うちのエッチ、一人で顔赤なってしまうわ。よし、決めた。いつかその人がほんまにうちの大切な人になったら、この場所に一緒に来よう。ほんで背中から手回してもらって、二人で一緒に風を感じるんや。でも今はまだうちだけの秘密の場所。頭の中でうちは飛ぶ。